はい、どうも、倉田なずです。バディファイトエクストラ、ブースター第4弾バディオールスターズ、ボックス第4弾のエクストラブースター12月4日発売を3ボックス予約してきました。でも3ボックスしか開ける気がしません。はい、これでバディファイトのエクストラブースター今年4箱出しました。去年は2個しか出さなかったのに、またシークレット商法。はい、もうだからさ、診断のさボックスを出せって言ったじゃん俺。しかも挙句の果てにこのゲオでボックス開封の予約し忘れたんですよ。だからちょっと確保出陣のボックス多分予約してないんで、アマゾンで買うことになります。なので多少遅れても文句言わないでください。パック開封はしますけど、その日買いに行って近場のゲオで、ちょっと遠いゲオで買ってるんで。いやー、もう4回目のねエクストラブースター、もういい加減にちょっと俺的にはしてほしいんですよね。皆さんの感想ちょっとコメントに書いてください。なら買うなよっていうコメントもあると思うんですけど、いやこれはひどいよ。4ボックス目だよ。もうさ、年間で4回もさエクストラブースター出すとか、いやもうそれ暗黙のルール破りすぎだろこれ。でしかも挙句の果てにゴールデンバディパックまた2段目が出ると思うんだよね、1月頃に。1月2月頃にみんなのお年玉を全てかっさらうために。いやちょっときついわこれは。開封動画出してるものとしては普通にブースターパック出してくれればいいのに、挙句の果てにブースターパック予約するの忘れたしさ、この間ディエマのやつクロニクル予約してっていう話です。まあ、格王はパック開封するんですけど、後でアマゾンで動画出すんでよろしく。